さて行くか。どうした？先ほどの生意気な態度は。思った以上だ。セルのパワーアップが。今度は私が貴様をなぶり殺す番かな。させるか。また貴様か。わざわざやられに来るとは哀れだな。なんと言われようが俺にも意地がある。ごはん、俺が時間を稼ぐ。その間に立た直せ。はい。こいつは耐えきれるかな。時間を稼ぐ。残念だが手を抜くつもりはないぜ。全力で戦う。それだけだ。はっじゃはっじゃしゃじゃしゃじゃはっしゃはっじゃはっしゃ。ダメだ。こいつは耐えきれるかな。俺が上手だ。なんだこの攻撃は。貴様も限界じゃないのか。そんなこと俺が一番分かっている。だが殺された。こいつは耐えきれるかな。俺が上手だ。くたばれ！幕包囲団。もういい。こうなれば地球ごと貴様らに消えてもらおう。隙ができたか。今なら魔漢方殺法が通じるかもしれない。俺が上手だ。くたばれ！魔空包囲団。激烈講談。こいつは耐えきれるかな。無駄だ。まだこんなものでもだろう。こいつは耐えきれるかな。無駄だ。こいつは耐えきれるかな。行くぞ。遅い。くそ、これ以上は俺では。すごい気だ。これならせろ。そうはさせんぞ。ダメだ。ご飯の木と対等だが、せめてセルの木を。くたばれ。今だ。やれご飯。そんなバカな。終わったか。大丈夫かご飯。なんとか。でもお父さんが、僕がセルに対して甘かったから。いや、きっと孫が戦っても同じような結末になっていただろう。しかしお前ら親子はそっくりだな。相手を殺さず見逃そうとするその甘さも優しさも。ピッコロさん。ご飯だから自分を責めなくていい。お前の優しさは間違っていない。そのままでいいんだ。僕、お父さんやピッコロさんみたいにもっと強くなりたいです。ああ、強くなろう。